PB ブラックマウスパッドの紹介です。この製品についてより深く知っていただければと思います。PB のベースはより良い手触りを提供することを意図して設計されています。マウスパッドの表面だけでなく、底面の厚みや硬さ、グリップ感もユーザーの使用感に影響すると考えています。ベースの厚みを増す一方で、柔らかくなりすぎず 100% フラットな状態を維持することを目指しています。 PA で使用しているオリジナルの高密度ベースとシリコン素材を組み合わせ、 PB 用の複合ベースとしました。2つの素材は密度が違うので、時間が経った時の収縮率も違います。途中で調整せずに単純に組み合わせると、収縮率の違いからエッジが歪んでしまうのです。開発過程では原材料や製造方法の調整、テストを繰り返し、最終的に目指すべき水準に到達することができました。ベースの開発方向が確認できたところで、この厚みのあるベースに負け癖がつきにくいかどうかの検証を開始しました。 PB を箱の中に巻き込み、そのまま長時間放置したのです。巻き戻した後、元の平らな状態に戻せることが確認できました。箱から出してすぐに体感していただくために、フラットなパッケージに変更しました。またマウスパッドと一緒に旅行される方のために、持ち運び用の袋を用意しました。この袋は表面を傷から守るだけでなく、ベースのグリップに影響を与えるシリコンのホコリを防ぐためにも使用できます。注意点としては、巻いた場合ゴールドのラベルにシワが入りますが、ゲーム中の使用感には影響ありません。気になる方はマウスパッドを専用の袋に入れ、ロゴが外側になるように U 字に丸めることをお勧めします。話を戻して、 PB のベースとなる部分についてです。初期バージョンのシリコン素材は空隙がなく、ベースのグリップ力に物足りなさを感じていました。そこでエアギャップを追加し、マウスをスワイプさせながらマウスパッドを勢いよく動かしてみるというテストを開始しました。その結果、 PB のグリップ力はすでに市販の多くのベース素材よりも高いことが分かりました。このためマウスの感度が低く、激しい動きをするユーザーに非常に適しています。 PB は PA よりもずっと厚く感じられ、 PB の重量もテーブル表面での全体的なグリップ力を向上させるのに役立っています。 PB の製造・審査工程は PA よりもはるかに複雑で、マウスパッドの細部にまでこだわりを持つ世界中のユーザーに非常に適しています。最後に、このビデオを見てくれた皆さんに感謝します。バクシープラットフォームでマウスパッドを選ぶ際の参考になれば幸いです。